高木義明選手です。お疲れ様です。まず試合を振り返ってください。いやー、まあ、前半から、まあ、勢いを持って攻撃には出てたんですけど、点が取れなくて、まあ、苦しい展開になりましたけど、まあ、最後点取って勝ててよかったです。その苦しい中で貴重な決勝ゴールを決められました。あのシーンを振り返ってください。いや、まあ、アランがシュートを打つと思って、まあ、みんなでこぼれ球詰めて信じて、まあ、走った結果がああいう僕のゴールだったと思うんで、まあ、信じて走ってよかったです。吉崎選手自身は3試合連続のゴールでした。まあ、そうですね。やっぱりこう誰かがこうチームに勢いをつけれればいいと思っていたんで、まあ、それが自分になれればいいなと思って、まあ、次の試合も頑張りたいです。次節のアウェー京都戦からまた3連戦となります。意気込みをお願いします。いや、本当に連勝してないんで、まあ、京都で2連勝して、まあ、その連戦で勢いに乗れて、まあ、連勝できたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。